はい、酒好きな、新潟人の飲酒動画。今回はですね、今回はですね、というかですね、とうとうですね、パート1000を迎えることができました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、パート1000には別にまあ、ふさわしいというかね、まあ、ふさわしいということもないんですけど、リスナーさんからね、コメントで、こちらを飲んでくださいということでね、リクエストがありましたんで、まあ、飲んでいきたいと思います。ですね、今回は、記念すべきパート1000はね、リンリンチュという、リンチンチュか。リンゴのお酒です。アルコール度数が 14%、250ml。なんか、ね、見てはいたんですけど、買ったことなかったなと思ってね。確かにこれ買ったことねえなと思って。まあ、こちらがね、リスナーさんが飲んでほしいということで、いただきました。いただきましたっていうか、いや、いただいてはないんだけどね。製造者が、静岡県の会社で、キリンディスティラリー株式会社。販売者が株式会社、長証言って読むのこれ。うん。ちょっと読めないですね。漢字がね。原材料が書いてません。酸味料と香料としか書いてませんね。原材料が全く書いておりません。うん。少々怪しいです。これずーっとね、これなんかね、漢字のお酒だから、なんか、怪しい匂いがしてて買わなかったんだよね。なんでかっていうとね。なんでかっていうと、こう、怪しい匂いがした。なんか、中国製なのか、中国の酒なのかなと思って、ずっと買ってなかったんですよ。まあね、ということで。これね、他にも3種類くらい。3種類ぐらいだったかな。このシリーズがあるんですけど。あ、リンゴですね。関係ありませんが、この、これショットグラスっていうか、ダブルショットグラスですね。60ml のショットグラスなんですが、こちら、Amazon で、これ6個入って、このコップが6個でね、1200円ぐらいのやつで買いました。まあ、6個もいらなかったんですけど、それじゃあ乾杯。うお、甘い。うわ、甘いけどすっごいリンゴの味する。なんかリンゴシロップみたいな味がするな。すっごい甘い。梅酒の、ほとんど梅酒と砂糖の量変わんねえんじゃねえかな。梅酒とほぼ同じ甘さですね。うん。ただ、梅酒は酸っぱいんですけど、梅酒じゃないんで、これ、リンゴなんで、本当に甘い。酸味がほぼないというか、ないですね。リンゴ 100% ジュースを、ちょっと煮詰めたような、感じ、ですね。これをね、倍ぐらいで割ると、ちょうど、リンゴ 100% ジュースぐらいの濃さになる。っていう感じでしょう。まあ、いわゆる梅酒の、リンゴバージョンでしょうかね。うん。ほとんど、甘さも同じぐらいだね。度数もそうだし、度数も14度だし。うん。しかもこれ、ただのリンゴじゃなくて、ここに、まあ、色もそうなんですけど、青リンゴですね。うん。これは青リンゴ。うん。あ、これはあれだわ。かき氷、今の時期じゃないけど、かき氷にかけて食べると多分、シロップ代わりで、ちょうどいい。甘さもほとんど、めっちゃ甘いんで。うわ、甘。冗談じゃない、甘い、甘いこれ。
本当に甘いな、これ。甘え。きえ、これは。これはあれだわ。水割りで飲んだ方がいいわ。甘すぎる。これは甘すぎる。甘。リンチンチュー。リンチンチュー。こちらの会社はですね、他にも、杏仁の杏子か。杏子のお酒と、杏子の、やつと、あと、濁り杏子と、ライチ。そんで、なんだこれ、ブルーベリーか。で、他に、なんだこれ、サクランボ。サクランボかな。とか、レモン、金柑、コーヒーなんてのもありますね。これで全部でしょうか。1,2,3,4,5,6,7,8 9種類ね、ありますね。全部これ漢字で、なんとか酒って書いてある。むちゃくちゃ甘い。どうでもいいけど。本当に甘いな、これ。これマジであれだわ。かき氷のシロップとして出す。いいな。俺、かき氷はね、これだけはね、あれなんだけど、かき氷はね、一番好きなのがリンゴなんですよ。リンゴっていうか、リンゴの、青リンゴ？シロップであるじゃないですか。青リンゴって。その味が一番、青リンゴの味が一番好きですね。うー、甘っ。甘っ。これはちょっと甘すぎるぜ、ストレートで飲むには。甘い。これにね、ワインとかで割ってもうまいかもね。うん。なんか、カクテルレシピとか書いてあるけど。ワイン、スパークリングワインとか。スパークリングワインで割ったらうまいな。これ女性向けですね。すごい。これ女性向けだ。リンゴ。アップル。うまい。青リンゴ美味しいね。甘すぎるのが難点だけど。うまい。うん。ちょうど倍水で薄めたら美味しいわ。これは。もしくは、焼酎とこれと炭酸水で割れば、ちょうどいい感じに美味しいかもな。それでですね、パート1000ということで、俺がパート1を上げた、のがいつかというとですね。まあ、今、ニコニコ動画に上がってるんですが、先ほど見てきたんですが、確か2011年の、2月の25日にパート1が、この飲酒動画のね、パート1が上げた日なんですが、まあ、それから、1、2、3、4、5年近く経ったと。5年近く経ってますね。それでパート1000ということはですね、まあ大体1年で200パートぐらい、まあ200動画ぐらい、酒動画が上がっていると。まあまあまあ。まあ1年365日ですから、まあ、まあまあまあいいでしょうという感じですね。まあ個人的にはまあ、うん。ペースとしては、まあ、OK。うん、まだ妥協点ですね。まあ、1日1ペース、1日1動画上げたいんですけど、まあ、厳しい時も、忘れたりする時もあるし、まあ、ありますからね。うん。まあまあまあ。まあ、1年で200も上げとけば、まあ、十分でしょう。
でもまあ、YouTuber、ね、YouTuber の皆さんは、まあ大体ね、結構、毎日、欠かさずね、ヒカキンさんなんてのは、欠かさず、一日一動画以上上げてる人ですからね。うん、まあそういう人はやっぱり、うん。まあそれでいいんだと思うんですけど。まあ俺はね別に、まあ、適当に、一日一動画って決めちゃうと、ちょっと厳しいっていう時もありますんでね。まあまあ、そこら辺はね、またまったりね、上げていきたいと思いますんでね。パート1000まで、まあ、続けてきた、まあ、感想としましては、正直ここまで続く予定ではなかったというのはあります。というのも、ニコニコ動画に上げていた時代はですね、非常に、ニコニコ動画のコメント欄が非常に大荒れでですね、荒れまくりでですね、非常に罵声を浴びせられて、それで、それが嫌になって YouTube の方に、まあ移行してきたわけなんですけどね。まあそしたらですね、YouTube の方はまあ、結局、年齢が高い人が多いからなのか、まあ酒動画ということでね、まあ、いい感じにね、見てもらって、で、登録者数、コミュニティじゃないや。チャンネルのね、登録者数も、すごいぐんぐん伸びて、今では1300人ぐらいね、いて、うおーって。ね、それが一番驚きですね。ここまで続けてきて、パート、だって1日ね、今平均でね、1日、1ヶ月でだいたい60人ぐらい、の人が参加してくれてるんで、そこはすごい嬉しいです。皆さんありがとうございます。それでですね、また、まあ、まあ一日一動画を、まあ目安、ね、また、今日からね、パート1000からもまた、お酒はね、どんどんね、新商品が出てきますんで、まあ俺はそれを楽しみに、買いつつ、動画を撮りつつ、飲みつつ、みたいなね、感じでね、いけたらいいなと。それで、あと、この動画に、この、リン・チンチュをね、リクエストしてくださった人のようにですね、どんどん、なんか、美味しい酒があれば、まあ、リクエストとか、全然受け入れますんでね。はい。まあ、これ飲んでくださいとかってのあれば、どしどし、コメントいただけると、すごい、励みになります。そして、今までも、コメントたくさん、ありがとうございました。うん。あまりね、こういうね、かしこまった話し方というのはね、ちょっと苦手なんですけど。はい。ここまでね、1000パートまで来れたのはね、まあ、リスナーの方があっては、ですので。本当にね、ありがとうございました。ということで、また、今回から、今日からも、で、また一年ね。また頑張って。まあ一年後も多分、やってると思いますけど、続けていると思いますけど、二年になるのか、三年になるのか、わかりませんが。まあとりあえず1000パートまで行ったんで、次2000パート目をですね、目標にね、行けたらいいなと、思っております。まあ、これからも、応援とコメントと、ね、コメントがもらえるとね、非常に、励みになります。ぜひ、お願いします。ありがとうございます。今までね、コメントくださった方、本当に、
嬉しく、読ませていただいております。はい。ということで、残り時間は、いつもの通り、この酒を飲みながらね。そして今日のつまみはラミーですよ。これですよ。あのね、去年だったかね、確かね、このラミーとバッカスっていう、まあ、冬季限定のチョコレート、アルコール入ってるチョコレートあるんですけど、もう一つね、なんかバッカスとラミー以外の、何かがあったはずなんですけど、俺買った記憶があるんだけど、食べた記憶がないんだよね。なんかあったはずなんだよ。まあでも、冬と言ったらこのチョコレートですよ。俺はバッカスよりラミーの方が好きなんです。うん。こっちの方が好きな。ぶどうのね。ちなみに、ラミーとバッカスだとこっちの方が、確かラミーの方がアルコール度数は高いはずです。こちらアルコール分が 3.7%。これね、子供の時ね、思い出しますよ。子供の頃、これを、俺が6歳ぐらいの時に、お母さんがね、これを食べてたんですよ。で、これはお酒が入ってるから食べちゃダメよ、と言われて、返事をしていたんですが、これをですね、確か、母がどっか行った時に、食ってみたくて食ったんです。うん。食ったんですよね。でね、ものすごくまずかったんですよ。苦かった。うん。ものすごく苦かった。っていうね。それだけです。それだけですが、まあ、思い出には残ってますね。いただきます。ああ。これよ。これ。このうまさ。これ確か値段200円ぐらいするよな。確かな。だけんだよ、これ。ただうめえんだよ。うん。さすが。うん。うめえ。いや、大人になると、ね、このうまさがわかるよね。本当に。このラミーの。うわ。これちょっと、これ食いながらさ、これ飲むとさ、もうどっちも甘いからなんか、もうダメだこれ。やっぱウイスキーだな。やっぱこれを、ラミーにはやっぱウイスキーが合うわ。やっぱラミーはウイスキーっしょ。あ、これ、カルバトスってやつ。俺マジこれどこ行ったんだろうな、俺。食った記憶がないんだよ。買った記憶あるんだけど。なんか嫌な予感がするんだけど、そこら辺になんか、埋もってるんじゃないかな、そこら辺。俺かなり部屋が汚いんで、下手したら埋もってる可能性があるんですけど、大丈夫かな。カルバドス。リンゴのお酒カルバドスを閉じ込めた一粒タイプの大人の洋酒チョコレート。あ。これあれだわ。3年前ぐらいに出てるやつですね。3年前ぐらいに発売したの。11年に発売してる。多分。ん？違う？発売日が11月の17日って書いてある。これ違う。11月の17日だから、昨日発売したんだ。昨日発売したんだっていうか、いわゆる冬季限定だから。
毎年発売してるんだと思うけど、多分去年発売だったと思うんだよな。去年までもずっと見てなかったもん、このカルバドスってやつ。見たことなかったからね、黄色いやつ。黄色いチョコレート。多分去年発売だったと思う。食べた記憶がねえ。今度買ってこよう。バッカスはね、あんま美味しくないんだ。バッカス。バッカスはあんま美味しくない。個人的に。あ、170円ぐらいですね。値段ね。うん。バッカスはね、あんま美味しくない。うん。うまい。うめえ、これ。やっぱチョコレートはさ、あれだよね。ウイスキーだよ。ウイスキーを飲みながらこう。まあもしくはこれだとブランデーなんだけど、多分。これ多分ブランデーなんだよ。てかこれブランデー入ってんじゃん。ラムって書いてある。ラムレーズンか。これ何入ってんだろう。洋酒って書いてあるから多分。ブランデーなんだろうな、多分な。うわ、甘っ。冗談じゃないほど甘い、これ。本当にやばい。こんなの飲みながら、あれだ。ラミーは食えたもんじゃねえ。安定の終売品。ピュアモルト。今や、もう終売のピュアモルトホワイトです。まだ残ってる。もう今じゃ、日課ウイスキーももう地の、俺の中だともう、オワコンですね、あれは。日課ウイスキーという会社も終わった、あれは。あれはもう俺の中で今年の、ニュース、今年の中だとやっぱり、俺の胸にダイレクトに来たね。あのウイスキーの、終売。あれはひどい。今年の多分、一番の、ショックですね。あの、ウイスキーショックです。俺の中で。俺の中のウイスキーの、もう、終わったわ。マジで。今年でもう、ウイスキーのね、日課ウイスキーっていうね、一つのね、大企業が、俺の中だともう潰れた。あ、うめえ。あ、これラム酒か。ラム酒か。ラム酒のそこにあるんだよ。まあ、言うてラム酒もウイスキーも大して原材料的にはほぼ変わんねえから。原材料としてほとんど変わらない、多分。変わるのはやっぱ、製造工程か。まああれ蒸留酒だから。ラム酒蒸留してから、あれ熟成させるんだっけ。あれ？ラム酒ってさ、主に穀物でしょ？多分、ウイスキーもあれだもんね。穀物だもんね。それ言っちゃうとあれだな。ジンも変わんねえな、ジン。ジンもあれ穀物だからほとんど変わんない。ちょっとラム酒についてググりましょうか。ラム酒はやっぱりあれですよ。俺のおすすめラム酒はね、なんだっけ。マイヤーズのダークラムですね。
複数回の蒸留を行ってエタノールの濃度を 80% 程度に濃縮して、で、熟成して、って感じか。あ、ラム酒の場合、サトウキビか。ウイスキーはだって、麦っていうか、あれだもんね。コーン、サトウキビじゃなくて、いわゆる、コーン、とか大麦か。あ、うめえ。まあでもラム酒で、そうっすね。ラム酒はやっぱり、マイヤーズのダークラムか、もしくは、バカルディのホワイト。バカルディスペリオールのホワイト。これだな。この二つあればもう、俺ラム酒はもうあといらねえわ。マジで。カクテルに使うんだったら、もしかストレートで飲む。ロックかな。ホワイトラムはやっぱりカクテルによく使うんだ。で、コクがあるダークラムとかは、やっぱり、ストレートで飲んだ方が美味しいし。かといって、バカルディのホワイトは本当に、癖がないんで、ロックでもスイスイいけちゃう。うまいよね。バカルディね。うめえな。ああ、うめえ。これ幸せだ。ひとときの幸せ。やっぱラミうめえな。これマジで。他のチョコレートとはちょっと一線を画してるね。このうまさ。味が濃厚なんだ。うん。ああ。うめえ。まあでも、なかなかね、酒入り、アルコール入りのチョコレートってなかなかないですよね。まあバレンタインの時とかは、なんか、チョコが、スーパーに並んで、で、それ見てると、結構ありますけどね。あの時期だけは、だいたい、なんか、出てくるんだけど、洋酒のチョコレート。他はあんま見ないな、他の時期はね。この冬季限定の、夏とかは、全然見ないもんね。あ、うま。やっぱバッカスよか断然うまいね。うま。ああ。さすがロッテだ。こういうのを出せるのがやっぱロッテです。やっぱチョコレートはロッテでしょ。あれ？チョコレートって他あったっけ？なんかロッテ以外。明治か。あ、明治のチョコレートか。
まあ、言うてろ、ロッテなんてあれだもんね。チョコレート、チョコレート、ロッテ、うん、ロッテか。ウイスキーのつまみに、買うときあるんですけど、大体、ガーナミルク。これが安いんで。とりあえず。ボタンの味なんてわかんねえから、とりあえず安いんで。うん。ガーナのミルクチョコレート。を買うんだけど、もうほとんどわかんないよね。明治だが、だからうまいとか、ロッテだからうまいとか、ないよね。正直ね。食べ比べても全然わかんねえ。うん。まあ、とりあえずね、グラム的に安いやつを買うっていう。グラム的に値段が安いやつを買って、で、まあ、ウイスキーと一緒に、食べる。でもやっぱこの時期冬なんで、特にあれかもね。チョコレートってこれ夏とかさ、溶けたりするしさ、しかも夏って甘いもん食いたくないじゃん。だからやっぱり、冬はやっぱあれですね、チョコレートの季節かもね。うん。それはあるかもしんない。だからあんまり夏は買わないもん。チョコレートなんて。だいたい夏はもうウイスキーやハイボールで飲むから、もうつまみなんていらねえよって、いう感じ。でも今の時期はやっぱ、ストレートとかでもウイスキー美味しいから。ラム酒。ラム酒が今のところ、バカルディのゴールドがありますね。ただ、もう一つあったけど、バカルディの151があった。伝説の。伝説の75度の度数の、伝説の火器厳禁とか書いてあるやつ。もうほとんど飲んでねえけど、でもあれは割ればうまい。割って飲むと美味しい。割って飲むと美味しい。バカルディ151。で、ホワイトは、うますぎてすぐなくなったんで、ないです。ホワイトうますぎるんだから、あれ。あれ普通にロックでね、飲むとスイスイいけるから。飲みすぎる。バカルディゴールドはあんまり。正直、これ買ったの失敗だなってレベル。うん。いや、もう今年もあれか、12月もなることもないけど、まあ。あれか。まあ今年もあれだな、クリスマスは安定のあれだな。ぼっちクリスマスになるな。あ、クリスマスは安定のあれか、酒飲みのあれでいくか。酒飲みのあれだな。クリスマスパーティーでも開くか。一人クリスマスパーティーでも開いて飲むか。酒飲んで終わるか。ああ、うめえ。とりあえずチキンかなんか買ってきて、ケンタッキーのチキン買ってきて、
で、そこら辺でケーキ買ってきて、で、この机の上で、パソコンの前で、わーって食って、酒飲んで、で、それを YouTube に投稿して終わりって。安定それだな。うん。俺はそれで、全然 OK。全然 OK です。俺は全然 OK。 ただ一つ足りないものとすると、やっぱり今年も彼女ができなかったかと悔やんでね、12月の24日に悔やむんですよ。今年もクリスマスは彼女と過ごせなかったかと悔やむわけです。まあでもね、実際のところね、彼女言っていたとしても多分クリスマスは多分なんかほら、そんなにどっか行かなくないっていうか、なんか、まあ実家暮らしの身としてはね、別にね、なんかこう、なんかあれじゃん。どっか行ってたりするとさ、しかもまあ仕事もそうだ、仕事もあるし。うん。普通に考えたら仕事だしな。よく考えたら。奇跡的にも24日が仕事は休みなんですけど、25日は仕事だからね。まあ、安定の仕事っすからね。ああ、そっか。そっか、今年もだって仕事だもんな。それなら仕方ないよな。それならお前ぼっちでも仕方ないわ。っていうことにしとこうぜ。そういうことにしとこうぜ。ちょっとこれ、これちょっと混ぜると美味しいか。これ案外、混ぜたら。微妙だな。それでは総評価いきましょうか。18日と国か。甘みはまあ断トツだな。断トツの5つ星だな、これ。香りも強いですね。貝、まあ貝っちゃ貝なんじゃないの、これは。ある種貝、でもまあ、うん。まあ、ある種の人は、甘いの好きな人、いや、うん、まあ、三つ星ぐらいでいいでしょ。まあ、これはあれでしょ。女性なら買えなんじゃないですか、甘いの好きな人はね。ただ、俺は甘いのそんなに好きじゃないんで。3543です。それではね、またね、パート、1000、以降からもまた頑張っていきますんで、それではよろしくお願いいたします。バイバイ。